あのカラツっていうのはすごい大都会なんですね。びっくりしました。私今までここ来たことがなかったから知らなかったんですが、いやこんなに栄えているところだとお見それいたしました。こんにちは。今日はですね、2019年の8月の、失礼、もう9月2日か、この動画第2部というかね、今日の午前中に福岡空港から出発して天神とかやったわけで、その続きの動画です。この人はね、辰野金吾さんと言いまして、肥前藩出身の人ですね。この立派な唐津銀行の、建物を作りました。今佐賀銀行の、唐津支店の旧建物ということですが、他に建てたものはといえば、武雄温泉の楼門、東京駅、丸の内駅舎、日本銀行本店など、明治の有名な、建築家です。それから、韓国のソウルにもね、朝鮮 の、 鉄道網 の、 主要駅、ソウル駅が、その関係のためいろいろあるんですけども、ともかく、この唐津にですね、明治の時代にこれほど立派な建物が建ったということは、つまり明治時代の唐津とは非常に重要な町であったということです。今回はですね、唐津は港が国際港として外国とのやり取りで重要なところでもあったし、それから江戸時代の終わり頃から、この地で行われ始めた石炭業、この動画でもかつて一度取り上げました。北海道のね、お花畑が並んでいる富良野とそれから赤平の炭鉱について取り上げた回と一緒にお楽しみいただきたいと思うんですが、この唐津の石炭、遺産につきまして、ご紹介をしようと思います。よろしくお願いします。切れちゃったかもしれない。よろしくお願いします。お、いいですね。入場無料、ただより安いものありませんよ。これで私の生まれた平成9年まで普通に銀行の建物として使っていたというから驚きです。意図せずご紹介しておりました。これは、淀屋橋にあったオペラドメーヌ、それからこれは私も紹介しました日銀大阪支店、これも辰野金吾の設計だそうです。これが駅前のメインストリート。何これが佐賀銀行の今の支店なの？今の支店もなかなかすごいですけどね。今もそうですが、昔この唐津の町がいかに重要な場所であったか、さっき路線図を見てね、私も気づいたんですが、まず県庁所在地への佐賀には唐津線が伸びています。そして今松浦鉄道となりましたが、郡と佐世保、そして当時九州最大の町長崎にも鉄道路線が伸びています。さらに現在の筑肥線、福岡地下鉄にもなりましたけれど、これがまた、九州の政治上の都福岡にも路線が伸びていて、さらに北側には、韓国朝鮮方面への、船の便も昔はあったはずでして、それだけ四方に、交通が整っている場所だったら、そんなところだったとはやっぱりすごいところです。なぜ唐津がそんだけいろんな方面からのアクセスを便利にしていろんな新しいものを建ててやっていたかといえば、やはりその石炭、それから海外との港の取引、特に国内でもですね、石炭を港から積み出したりなんてことをかなりやっていたそうでして、そりゃいろんな、ものを運び出す港やら、ものが取れる、原産地やらだったりすれば、交通の便も良くなるなと思うわけです。今唐津市を散々絶賛していた割にはこれから向かうところは全く違う自治体ですが、墨の取れる源の場所としてはそちらも同じ唐津丹田の中に属します。はい、タク駅に到着。タクは今でも駅員さんのいる駅です。無人駅ではありません。駅の周りを見るとこちら側新しい建物、こちら側は広々と整備された公園。何かこれで気づくことがありますかね。これ今のタク駅の地図ですけど、昔の空中写真を表示してみましょう。私もタクに来るのは初めてであんまりその様子分かってないんですが、おそらく昔はね、こんな風に宅駅は今よりも随分規模の大きい駅だったということがわかります。今はこのホーム列車が2つ入ることができるだけです。昔はこの駅からたくさん取れた、唐津丹田の炭を、列車でおそらくは唐津駅の方向などへ持って行ったんじゃないでしょうか。そして船に乗せて積み出したわけです。宅駅から少し東に進んだところ、こんなものがありました。これわかりますか。ホッパーというもので、取れた石炭を貯めておくものです。でここに貯めておいて、おそらくですね、このホッパーの下、あそこに貨物列車を止めて
上からザラザラザラーとその石炭を落として運んでいく、そういったものだと思います。もちろん今は使われていませんが、もともとここで石炭がたくさん取れていた時代の名残です。お、なんかこのあったな。ちょ、これが何なのかわかんないんですけど、多分これも炭鉱時代の遺構だと思うんですよね。匂いは今消えてきています。せっかく見つけたのでご覧に入れますが、何なんでしょうねこれ。もし詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。これ今有料道路からねまっすぐ見下ろすことができるんですが、この辺りのこんもりしたところ、もともと九州ではボタ山、それ以外の地域ではズリ山と呼ばれる捨て石の置き場でした。捨て石というのはつまり石炭を掘った時に、まあ、の石とそれから石炭が一緒になってくっついて出てくるわけですけども、石炭がほんのカスしかついていないような、あ、これをわざわざ、石と石炭と分離して、まで、やってもしょうがない、お金にならないなということで捨てられた石の集め場です。それがどん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 集められて大きな山になってしまうというわけですが、現在はあのようにそれが草で覆われて木になっています。実際私の目的地としていた場所に来てみたら、良好な硫黄を多く含んだ温泉の香り、草津温泉の湯畑のような、はっきり言ってとてもいい匂いがします。私にとってはいい匂い、まあ、それは多分たまたまなんだと思いますが、この今剥げている部分ももともとは草が蒸していたはずですけれど、これもまたボタ山でして、ここでちょうど何か野焼き作業などされていた方だと思うんですが、火を放っていたところ、なんと地面に火が燃え移ってしまい、そしてそれからずっと火事になってしまったということです。それがもう2年間消えていない状態、これはつまり石炭のくずがたくさん詰まっている山ですので、この地下深くまでずっと地下というかね、この辺全部燃料が詰まっているというわけです。表面的には全く燃えていませんが、それはあくまで表面をうまく、毎日じゃないにしろなんか相当頻繁にですね、少なくともなんか燃え始めてから2年ほどの間に180回ぐらいだったかな、消防が出動したということなんですが、それだけ頻繁に、対策をしているからこそ表面は燃えていませんが、しかしこの中側では今も確かに火が燃えていて、その煙が上に上がってきているというわけです。その燃えているところのすぐ脇には木造の建物があって、また反対側にも普通の、まあ、これなんか集合住宅みたいなやつらしいんですけど、こういうふうなものが建ってますんで、まあ、おそらくもうちょっと近づいても大丈夫だろうとは思うんですが、ただ私もいろいろ影響力のある立場ですんで、これでもっと近づいてね、近くで映像を撮って、あ、近づいても大丈夫なんだとか思って、それで何か危険な目にあったりとかした方が、もしも生まれたらもうそれ取り返しのつかないことになるので、私としてはこれ以上近づかないようにしたいと思います。住友の開発した赤びら炭鉱、それが役目を終え、昔貧しい人が自分の生活のために命を落として登っていったというそのズリ山のご紹介と、今はそれが観光地としてうまく活用されているという話をしました。しかしもともとこのズリ山、ボタ山というものは負の遺産としての認識が強かったようです。そして実際にこのように過去にもズリ山、ボタ山が火災を起こしたという事故は多くあり、毎度消火するのには難航したということですが、こちらでは負の遺産的側面が現れているというわけで、この度で両方のご紹介をすることになりました。これは見ると何か注水をしているのかな、消火剤を混ぜたり、表面的にはうまく消せているんですが、しかし中側を消火できる目処は少なくとも今年3月の時点では全く立っていなかったようです。7月、現在は今日9月2日ですけれど、7月の下旬頃にここの正確な調査などをしまして、もしかしたら今後有効な対策が何か打たれるのかもしれませんが、とりあえずは対症療法という感じ、これ以上燃え広がらないようにすることはできていても、これを完全に消す、完全に安心するということはできません。本日ご紹介した唐津、そしてひいては日本全体の産業の優等生、その牽引役として活躍をしてきた日本の石炭産業、確かにそういう時代があったわけですが、現在はそれもほとんど消え果て、しかしその当時の名残は本当に至るところに残っていて、時々このように姿を現すことがあります。今年の4月には北海道網走市において夕張の石炭博物館の中にある模擬坑道から原因不明の出火事故というものが起こり、そして炭鉱の中がひたすら燃え続けるということになりました。これには実際に炭鉱の中に水を注水するしかないということで、本当の炭鉱で事故が発生した時と同じような注水の作業が取られました。また温泉の匂いを嗅ぎながらこちら歩くとですね、足元がなんだかモコモコになっています。
こんな風に人の足跡が残っているところもあります。これは何かというと、まあ、おそらくなんですが確認はしてませんけれども、この間特別警報で、まあ、ちょうどねたった今ここでサムネイル作って動画に出したところなんですが、小倉で1日休みにした日がありました。であの辺り佐賀県内でも至るところで冠水などの被害があったようですが、まあ、おそらくはその時溢れ出てきた、ちょっとあれだな、匂いが強いな、かなり強いな、早く離れた方がいいかもしれません。住んでる方もいるからね、それちょっと注意力を失うほどですが、その時に今度あの芋虫がアリに襲われているのを見て、あのまた注意力がなくなってしまったんですが、あのその時におそらくは、できたと思われるこの泥の道です。これもその時の影響なのかな。ちなみにこの辺りの景色は全く何の観光地でも景勝地でもありませんが、燃えるボタ山、その手前に広がる田んぼの景色が美しいので記念に残しておくことにしました。この武雄温泉はうちのチャンネルで多分2度ほど登場してるんじゃないかなと思うんですが、あのね、もう何度も言ってるのになぜまた来るかっていうと、この間特別警報が出た一件で一番被害を受けたのが武雄なんだそうです。ただまあ言うほどあの温泉街とかあの観光地、あと他にですね、さっき駅であのお会いした視聴者の方で、これから僕は温泉に行くんじゃなくて図書館に行くんですよ。そう、武雄市立図書館もですね、めちゃくちゃすごいあの見た目の図書館なんですが、あのそういうあの有名な観光地が2つあるこの武雄のキャンセルなどが相次いでるそうで、まあ全然別に普通なんですよね。高校生もなんか楽しそうに、ね、あの今帰ってるところですし、車も普通に走ってますし、この間被害を受けて、私もね、あのネットカフェでテレビ見られますんで、つけて見てたら、あの船でね、ボートがあのこう動いてて、うわーって冠水してて大変そうでしたが、まあ、一方でそのボートに乗ってる救助隊っていうかね、消防の人はなんか笑ってみんなはっはーみたいな感じだったんですけども、まあ、そういうシーンがあってもね、いいと思いますけど、まあまあとにかくそういうことで、武雄はあの被害を大きく受けたところでしたが、まあ全然平気なんですよということをアピールしたいと、まあなんだったらそのお手伝いになりゃいいかなと思って来たわけです。武雄温泉にはいろいろな温泉旅館、ホテルもありますけれど、しかしそれでも日帰り入浴施設であるこの武雄温泉元湯に入らなければこの温泉地に来た意味はないと言ってもいいでしょう。明治時代に作られたこのライトアップされている楼門は辰野金吾、さっきご紹介した唐津銀行の本店や東京駅丸の内駅舎、日銀本店、大阪支店などを設計した有名な明治時代の建築家がここに作ったものです。結構立派なもんですが、この中にある、お風呂自体もですね、また古く明治6年だか9年だったかな、日本で一番古い銭湯だと聞きます。こっちには今お湯は入ってこず、ただ博物館的な、まあ、展示室になってるんですけれども、こちらが武雄温泉新館、こちらも何年か前に、復元工事というのをしまして、あちらの楼門と一緒に重要文化財に指定されています。実はもう全然時間なかったんでね、武雄温泉熱いお湯ということで有名で45度ほど源泉の温度ありますんで、熱湯の方に入って一瞬でゆでだこになって即座に出てきました。あ、体はちゃんと洗いましたよ。無事に駅に戻ってきました。なお念のためお伝えしておきますと、武雄温泉駅から普通1時間で温泉まで行って戻ってくるというのはちょっと世話しなくてね、まあ、おすすめはできません。1時間半ぐらいは見た方がいいと思います。すべて楽しむなら、まあ、最低2時間からかな。私は温泉に超特急で入ってきましたので、まあ、これでとりあえず済んでおります。さて目の前に映っておりますこちらは、今度開業する長崎新幹線、九州新幹線西ルートの高架橋です。この武雄温泉駅にも停車することになっていて、今後この温泉街はさらに躍進しそうです。
性になるとは知らなかった。ヌルヌルになるって書いてあるね。アルカリ性なんでしょうか。駅前にも有田焼のお土産など書いてあります。もしねもうちょっと時間があったら有田にある、なんとか神社、朝鮮からやってきた有田の焼き物のなんかこう、まあ、伝授してくれた人みたいな、そういうのをね祀ってる神社があるらしいんですよ。私も行ったことないんですけど、鳥居とか狛犬とか全部有田焼きなんだそうです。すごく面白そう。上有田駅で降りて徒歩1キロ程度の距離だそうです。こういう運用もあるんだね。すみません、最西端の駅の看板がなくなっちゃった。これだけか。ここの駅が JR で一番西にある駅ということになっています。あったあった、表玄関に移動したんだな。これ前はね駅の中にあったんですが、夜も立派な佐世保駅、長崎で2番目に大きい町がこの佐世保であってましたかね。この佐世保は軍港として有名です。現在でも海上自衛隊の佐世保基地というのがありますし、戦争中戦前、まあ、ここはですねやっぱりあの、日本海軍がいろいろ軍艦を置いていたところでもあり、また戦争が終わった後アメリカ海軍が進駐してきたわけですが、その時もこの佐世保は、アメリカ軍の、地ということでですね、あのいっぱい、そういうのが困ってたようですよ。とりあえず大急ぎで商店街まで来て、ここで持ち帰りを頼もう。多分ね、注文してから作るみたいなやつだったと思うんですよね、佐世保バーガーってのは。はい、買って大急ぎで戻ってきました。佐世保駅、最終列車の発車まであと5分です。でこの佐世保は私前に1回行った時ね、間違えたバスに乗って変なとこ行ったんですけど、山の上の方に行ってね、山に囲まれた美しい群港を見ることができました。それがこの町の魅力の一つで、それから西海パールシーリゾートってのがあるんですけど、この近くに九十九島という、多島海、島がいっぱいある、それまた綺麗なところがあってですね、曇りの日に行ったんですけど、あれは綺麗でしたね。写真撮って写真コンテストでなんか賞みたいなのもらって、そこの無料券もらったんですけど、でも結局行くことはできなかったな。また行きたいと思っています。さあハンバーガー、もう行かないとまずい。最終列車長崎行きは13分の遅れだそうです。いやよかったよかった。あこれねもう列車が結構混んでますんで、普通列車の中じゃ食べられないと思ったんですよ。ベーコンエッグバーガー650円。もともと佐世保バーガーというものの定義はそんなになくて、やっぱ作り置きをしないっていうのはあるらしいんですけど、もともとは進駐軍がやってきた時に、朝鮮戦争の頃からだそうですが、佐世保バーガーの元祖の店とか特にないし、まあ、どこで食べても美味しいと思いますので、あんまり店とか気にしないで適当にあるところで食べればいいんじゃないですかね。本格的なアメリカの味をということですが、アメリカで食べるハンバーガーより美味しいような気がします。多分ね佐世保バーガーって安いところとか行けばモスバーガーよりちょっと安いぐらいになる場合もあるんですよね。しっかり分厚いパンにシャキシャキのレタス、これは多分目玉焼き、トマト、玉ねぎ、ベーコン、それから肉と、これだけ挟んで650円。おーおーおー、神かな。先ほど過ぎた小串号という駅は、かつて海軍の魚雷を試験的に発射する場所がありまして、廃墟のようになっていて誰でも簡単に入ることができます。私も前に入りました。この川棚でも確かもともと特攻隊が出撃した場所だったかな、訓練場だったでしょうかね。ちょっと私もあんまり今記憶にないんですが、そういったものがあり、またハウステンボスも、海軍の関係の土地だったものを現在はテーマパークとして使っています。このようなわけで、この乗っております大村線沿線には海軍関連の施設が非常に多いのですが、今回お金がないばかりにご紹介できないのが残念です。ちょっと最近お金に余裕がなくなってきています。通っているのは長崎本線という路線ですが、もともと海沿いを曲がりくねって走るような険しいところでした。しかしそのルートをちょっと悪いから新しくしよう、昭和の時代に長いトンネルを掘り、このような普通列車でも高速で走れるようになったのです。だからずっとトンネル。明日の天気を調べたいのですが携帯電話は通じません。しかし古い方のルートもまだちゃんと残っています。現在聞きつ一ぬの肥前湖が荒川って読むのかな、浦上長崎と行く下のルートを通っていますが、明日の朝は上側のルートで行く予定です。
実は本日この佐世保から諫早まで乗ってきたこの大村線、非常に景色がいいのですが、残念ながら真っ暗で何も見ることができていません。でもこの大村湾を古い方のルートで走れば、ほんのちょっとですが、しかし美しい景色を楽しむことができるのです。明日長崎からの帰りはこちら側にしたいと思っています。長いトンネルを抜けて列車はもう長崎の市内に向けて走っているところです。すごい速いですよね。長崎に着きましたけども、疲れたな。いや疲れたっていうか眠いな。今の時刻はもう23時55分です。明日休みにすっか。もう休みって言っても別に動画を撮らないわけではありませんし、いつも通り日本一周の動画とするわけですが、まあ、明日は移動しなくていいかな。1日長崎に滞在することにして、別にこなさなければいけない日程があるわけでも時間の定めがあるわけでもないですから、明日踏もうと思っていた工程をあさってに順延することにしようかと今考えています。あ、増結するんだこれ。かっこいいキハ66ですけども、まあ、どうせだったらこれとそれからあっちのやつが連結してくれるとよかったですけどね。駅長崎は行き止まりの駅です。久々にこういった駅に来たような気がします。日本一周ってのをやってるとね、こういう端の方までピタッと来ることはなくて流れるように回っていくことが多いのですが、まあここらで旅も一区切り、個人的にはそのように思います。まあただ眠りたいと体がですね訴えて区切りをつけたがっているのかもしれませんけど、長崎駅すごいですね。こんな立派ですよ。これすごいと思ってですね、いつも降りるんですけども、まあ、実際にすごくて便利な駅で、九州を代表する駅の中の一つに数えて全く問題はないと思うんですが、これ前から話していることですけど、この大きな大きな長崎駅の中で本当の長崎駅として使っている部分は実はこれだけなんですよね。この部分だけが長崎駅舎、こっちも駅舎に含めてもいいのかもしれないですけど、でもねこれはどっちかというと商業施設、駅ビルですよ。ロイヤルホスト、スターバックス、上にもね高いところまでお買い物プラザみたいなのありますが、JR 関連の施設はこれだけと割とコンパクトにまとまっています。今日はねここでゆっくり休もうと思います。ここ結構安いんですよね。なんか長時間利用しても安いんでそれは助かります。で明日は多分1万円ぐらい使える予定だから、多分見込みではそうなんですよ。今日のね特別警報どうたらっていう動画結構再生してもらいましたんで、それで明日はどっかホテル、カプセルホテルでも泊まろうかな。10時間でね1480円は安い。しかもこれ長崎駅から一番近いのがここなんですよね。いや助かるわこれ。でこのプラネット入会券300円が必要なんですけど、ね確かこれは久留米で前1回入会してたな。でも確か久留米の時のなんかめちゃくちゃなあれでなんかお金取られたような気がしたんですが、まあまあまあそれいやとにかく入会してるんで、いやーよかった安心です。あ違う、こういうフラットになるやつは1780円か。まあでも11時間なら安い方ですね。快活クラブは長崎とか福岡とかにはなんかないんで、そっちは学割が効くんですけど、まあしょうがない。